メリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和6年6月30日、場所は大阪 MK タクシーフィールドにて、2024 X リーグ交流戦、リードエフォートテールズ対三重ファイヤーバードの一戦が間もなく行われようとしています。試合開始15時キックオフ予定となっております。両チームその試合に先立ちまして、フィールド内でウォームアップを終え、その試合開始に余念なくその準備に勤しんでおります。両チームのご紹介をさせていただきます。まずフィード上で現在最終調整を行っておりますのが、バックスタンド側に陣取って この試合は挑む形になります。三重ファイヤーバードです。もともとは日大出身の関係者が三重県に赴任した際に、三重県にフットボールが未開ということもありまして、チームを立ち上げ40年の歳月が経ったそうです。三重県内のフットボールチーム総部にも貢献してまいりました。現在は全国で大学のアメリカンフットボールの経験者を募り、メンバーを募集したり、あるいはその底辺の拡大を考えまして、未経験の選手たちにアメリカンフットボールを教えながら、チームの存続に現在も腐心しております。メンバーと楽しい時間を共有し、大好きなフットボールを勤しみ、楽しく元気で、練習し試合をするのをモットーとしている三重ファイヤーバードのご紹介をさせていただきました。そしてそれに対する形で、本日はホームチーム、ホストチームという形でホームスタンド側に陣取っておりますのがリードエフォートエールズになります。こちらは総面数それほどなく、非常に比較的若い、しかも若々しいチームになっております。リードエフォートという会社を立ち上げる際に、そのチームスポーツとして立ち上がり、現在はエールズそのものがアメリカンフットボールのチームとして活動をしております。エールズという名前に現れますように、多くの方々に応援し、そして応援されるチームになることをチームのポリシーとして現在も活動をしております。その勢いに乗りまして、昨シーズンは一気に X2 昇格を果たしました。今季総合初の X2 として今季参戦する形になっております。そのチームの躍進を遂げようとする、その景気づけも兼ねまして交流戦に参戦してまいりました。さあ果たして覇気を鑑みまして、どのような戦いを見せてくれるか、非常に注目すべきチームリードエフォートエールズとなっております。この両雄が本日6月最終日のその最後の試合を飾る形で、このエキスポで戦う形になります。最終調整を行っているところですが、まもなく審判団がフィールドの中に入りまして、試合開始の時を告げる形になります。
スの MK タクシーフィールド、非常に天候が荒れておりますが、現在雨足に関してはさほどまだ強くなっていないという感があります。しかし曇天、その色が濃くなってまいりましたので、ここからの天候は非常に不安定になってくることが考えられます。配信に関してですが、雨の対応はなるだけしておりますが、その点をご了承いただきながら配信をご覧いただければ幸いに思います。ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。さあ、審判団両チーム首脳陣間の切れまして、これよりポイントストーンになります。令和6年6月30日場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、 2024X リーグ交流戦リードエフォートエールズ対三重ファイヤーバドニス戦がこれより行われます。試合開始17時キックオフ予定です。これより試合開始に先立ちまして、両チームによりますポイントスが行われます。手前側に陣取りますのがホームチームのホームカラーネイビーをまとっていますリードエフォートエールズ、奥側に陣取りますのが三重ファイヤーバードです。三重ファイヤーバードキックオフ、リードエフォートエールズリターンで試合が始まります。さあ、これより試合開始の時を告げます。チームフィールドに散りまして、これより試合開始のキックオフです。まずは三重ファイヤーバードのキックオフで試合が始まる形になります。リードエフォートエールズはリターナーに17番と8番を配置いたしました。8番は渡辺、17番は福山です。これに対して、三重ファイヤーバードはキックオフキッカーは18番が務めます。失礼しました、16番の下手が務めます。失礼しました、キックオフをいたしますのは25番の鈴木です。さあ、エールズリターンに入った。17番左オープン展開を図りまして、自陣40ヤード付近確保し、この位置からリードエフォートエールズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。
ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずはリードエフォートエールズ、自陣39ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離は10ヤード。さあ、まず中央のランプレー、ナイスラン、ファーストラン。まずはランニングバックにボールを託しました。ランニングバック34番、一気に密集点突破しまして、攻撃権を1回で更新としました。リードエフォートエールズ、ファーストラン。最初のランプレー、見事に決めましたが、ランニングバック34番の八木でした。これによりリードエフォートエールズは相手陣47ヤードに入りましての攻撃になります。リードエフォートエールズファーストダウン10。さあ、今度は右奥へのラン、これも出ます。そのまま一気に独走、タッチダウン。ここでランプレー重ねました。今度は右オープンへのランプレーです。34番、今度もスピードになりまして右オープン一気に突き進み、そのままサイドライン際走り上がってエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。エールズランプレー、八木のランによって一気にタッチダウンを落とし入れまして先制点を挙げております。そしてタッチダウンのトランプレー、トライフォーポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、リードエフォートエールズ7点、三重ファイヤーバード0点。まずリードエフォートエールズが順調な乱攻撃によりまして先制となるタッチダウンを挙げて主導権を取っております。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。タッチダウン、得点パターンは大きく分けて2通りあります。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですとタッチダウン、フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。またタッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、そしてエンドゾーンにボールを持ち込むとさらに2点追加する形になります。これらの得点方法を重ねまして試合を決着する得点点取り合戦となっています。そして、先ほど得点を挙げたエールズのキックオフで試合再開です。さあ、三重リターンに入った、こちらもナイスリターン、リターンが81番。エールズのラッシュをかわして右オープンを展開しまして自陣32ヤード付近を確保し、この位置からの三重反撃を開始する形になります。早速チャット欄へのメッセージありがとうございます。小山さんは、いつもご覧いただきありがとうございます。エールズナイスタッチちゃん、本日の配信ありがとうございますのメッセージ、私も非常に励まされます。エールズ順調な攻撃を展開しております。またエールズは来週ソウルバイキングスとの国際交流戦インターナショナルマッチを控えております。その前哨戦としてもこの一戦勝利を飾りたいところであるでしょう。さあ、それに反撃を展開するのは三重ファイヤーバード、ファーストダウン10。まず外へのパスで状況打開を図りました。しかしこれはエールズ2番が対応しまして、ほとんどゲインなくプレーをとどめております。この辺りはエールズ2番見事な対応でした。エールズの2番は石井です。国際交流戦の話を続けさせていただきますと、リードエフォートエールズ、昨年もソウルバイキングスと一戦しまして、成長を遂げる形のきっかけとなりました。その一戦も来週7月7日、王子スタジアムで再び行います。こちらもまたご注目ください。さあ、三重、セカンドラウンド攻撃、ランプレーで突破を図ります。中央へのランプレー、キャリア25番に託しましたが、ゲインは1ヤードとなっています。一周点、相手ディフェンスの群がる中、しかし果敢に突進しましたのは25番の鈴木でした。このあたり三重も、なんとかこの状況を打開図らんと、あえて X2 昇格したエールズに果敢に挑んでまいっております。
三重ファイヤーバード3段ライン攻撃権更新必要距離9ヤードとなっています。さあクォーターバック9番下がりまして、そこからパスを投じようとしましたが、転じて走ろうとするその矢先にリードイフォートエールズ59番キューイサック、パスを投じる前に仕留める形でこのプレー終了といたしました。見事キュービーサック果たしましたがリードイフォートエールズ59番のマダでした。三重ファイヤーバードフォースダウン13、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかし攻撃権は失います。さあどこまで返せるか、ここでビッグプレーセーフティー。ここでパンターボールを蹴らんとするところ、リードエフォートエルズ凄まじいラッシュでこのパントをブロック、大きく後方にそれましたボールをなんとかパンター抑えようとしましたが、結果的にエンドゾーンでそれを確保する形になりました。自陣エンドゾーンで倒された場合は自殺戦となりましてセーフティーとなります。この場合はリードエフォートエールズに2点が入りまして、結果的にリードエフォートエールズ9点、三重ファイヤーバード0点となっております。またセーフティーの場合は自殺戦という形になりますので、失点をした側のキックオフで試合が再開する形になります。その位置は自陣20ヤードから三重ファイヤーバードのキックオフで試合再開となります。結果エールズはさらに攻撃をする機会を得やすい状況になりました。さあ三重ファイヤーバードのキックオフで試合再開です。さあエールズ負担に入ります。さあまだ続いている、抜けていくか、ナイスリターン、これもいいリターンになりました。リターナー13番今度は左オープン展開、ブロッカーを従いまして大きく展開、相手陣25ヤード付近まで返すビッグリターンが来まして、この位置からリードエフォートエールズの攻撃になります。このあたりキッキングにもその強さ著しいものを感じます。リターナーは17番の福山でした。リードエフォートエールズ相手陣25ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、クォーターバック4番パスを投じようと触りましたが、ディフェンスのカバーそしてラッシュ力迂回しながらスクランブルに転じました。しかしその走力素晴らしく右オープン展開しまして約8ヤードのゲインに変えております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。しかし見事な足を披露いたしましたのはリードフォートエールズクォーターバック4番の信弘です。彼の存在がエールズの大きな起点となっていると思われます。さあレフリータイムアウトときまして試合再開です。リードフォートエールズ相手陣18ヤードからセカンドダウン残り2ヤード、
ス不成功。クォーターバック4番、今度は中央からカムバックしてきました。17番にパスを投じましたが、しかしこのパスキャッチできず、サードダウンに変わります。リードフォートエルズ、サードダウン2。ここでランニングバックにトスしまして、右オープンへのランプレー、見事に攻撃権更新です。リードフォートエルズファースター。ここは好調なランニングバック34番ヤギの見脚でこの状況を打開しまして、攻撃権継続としております。リードフォートエルズ相手陣13ヤードに入りましてのファーストダウン10。不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。審判団からフィールド上に黄色いウエスが落とされますと、反則発生を意味します。その反則がどちらにありましたか、まもなく審判団からコールされます。ディフェンスのパスインターフェアの反則です。前パスが浮いている間に相手のレシーバーに接触妨害をしました。このパスは、この反則は双方にありますが、今回はディフェンスが犯した形になっています。エンドゾーンの中でしたので、ゴール前2ヤードという条件からのファーストダウン献上となります。従いましてリードフォートエールズ相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴール、試合再開。中央へのランプレー、タッチダウン。ここでエールズはオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、ここはクォーターバック自らがキープしまして、右オープンに走り込みました。これがエンドゾーン届きまして、タッチダウン。リードエフォートエールズタッチダウンで6点追加となっています。そしてタッチアウトの後のワンプレー、トライフォーポイントに入ります。このキックはフィールドゴールブロック、キックは弾かれまして失敗となりました。従いまして6点止まり、リードエフォートエルズ15点、三重ファイアワード0点となっております。ここは三重も素晴らしいキックブロックを見せました。しかしその点差は現在15点となっております。エールズが序盤から得点を重ねております。そのリードフォートエールズのキックオフで試合再開となります。このキックはエンドゾーンまで届きましてタッチバックとなりました。タッチバックとなった場合には攻撃権は相手チームに移り、相手チーム自陣25ヤードからの攻撃となります。従いまして三重の反撃地点は自陣25ヤードからとなります。さあタッチダウンを先行されている三重ですが、ここで取り返すことができるでしょうか。ボールオン自陣25ヤードから三重ファイヤーバードファーストダウン10。さあランプレーを投入しました。中央のランプレーで突破を図ります。キャリア25番、左オフタックルをつきましたが、ゲインは1ヤードとなっています。
25番は鈴木です。しかし果敢なランプレーを展開しようとしております。スピードに関しては見劣らない素晴らしいスピーディーな展開のプレーです。三重ファイヤーバードセカンドダウン内ボールオン自陣26ヤード成功。クォーターバック9番、左に展開したワイドレシーバー7番にパスを通しまして約4ヤードゲインに変えています。ディフェンス攻めの中見事にキャッチしましたが三重ファイヤーバード7番の白川でした。三重ファイヤーバードサーダウン6。だいぶフェイクオプションを展開しました。一旦ランニバックに持たせると見せかけ自らキープするかピッチするかの選択プレーでした。ここはキュービー自らがキープし突破を図りましたがしかしエールズ対応しましてフォースダウンに変わります。見えフォースダウン8パンプフォーメーションを取りました。さあ先ほどはこの乱れを突かれましたが今回はそれを見事成功させることができるでしょうか。さあエールズリターンに入る左サイドライン際をリターンしまして相手陣入ったところからの攻撃を確保しました。リードエフォートエールズ相手陣45ヤードから攻撃開始となります。リードエフォートエールズ相手陣45ヤードからファーストダウン10。クォーターバックランニングバックにハンドオフをする際にボールをロストしました。ファンブルしたボールをどちらが抑えても構いません。ここはなんとかしかしエールズ自らが抑えまして攻撃継続となっています。しかし3ヤードロスしセカンドダウンになります。エールズ相手陣48ヤードからセカンドダウン13。パス不成功。今度はパスによって状況打開を図りました。ターゲット7番へのパスでしたがしかしディフェンスカバーよくパス不成功。サードダウンに変わります。さあ相手陣48ヤードからエールズサードダウン13の状況に挑みます。突破を図りました。キャリア22番、ハンドオフから右奥に展開するもしかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。ここは三重もディフェンス陣踏ん張っております。エールズフォースダウン11パントフォーメーションを取りました。こちらもキックによって陣地挽回を図ります。リターン完工しようとしましたがしかしタイミングずらされたか自陣6ヤード付近からの攻撃という形に変わります。攻守変わりまして今度は三重ファイヤーバードの攻撃と変わります。
逆に言いますとリターンがすぐにできないように絶妙のうちにパンターはボールを落としました。このあたり絶妙見事というパントでした。さあ三重自陣6ヤードの位置からですが攻撃に入ります。三重ファイヤーバードファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック9番中央に入り込んだ80番にパスを投じましたがディフェンスのカバーよくパス不成功になっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン10。ボールオン自陣6ヤード。ここでランニングワーク83番にトスしまして左オープンへのランプレーです。しかしこれはリードイフォート見事対応しましてむしろロスに変えています。3ヤード下げましてサードダウンに変わります。三重ファイヤーバードサードダウン13。ここでホイッスル。ここで第1クォーター終了となりました。第1クォーター終わりましてリードエフォードエールズ15点、三重ファイヤーバード0点。現在リードエフォードエールズが先制する形で試合が推移しております。これより攻守方向変わりまして第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウトとポジショニングをセットして試合を行います。まずはその序章となります第1クォーターはリードエフォートエールズが巧みなラン攻撃、そして素晴らしいディフェンスのプレッシャーによりまして三重のペースを崩し、現在タッチアップ重ねて15点のリードを奪っている格好になっています。三重としては何としても早いうちにこの状況を打開する得点機を得たいといったところでしょう。それがこの攻守の向きに変わります第2クォーターに来た、それが出るかもしれません。この点期待しながらこの試合を、第2クォーターご注目いただければと思います。双方攻守の方向を変わりましてこれより第2クォーターに移ります。三重は今度はホームスタンド側から見まして右から左に攻める格好に向きが変わっております。三重ファイヤーバード自陣3ヤードからサードダウン13。不成功。クォーターバック9番プレイアクションから右に展開していった40番にパスを投じましたがこのパス40番キャッチできずパス不成功となりフォースダウンに変わります。三重ファイヤーバードフォースダウン13。パントフォーメーションを取る模様です。しかしパンターがエンドゾーン後端にいるという非常に厳しい状況でのパントになります。このパントは大きなキックにはならず結果的には三重陣20ヤード付近で攻守交代となります。エールズ再び相手陣深い位置から攻撃開始する形になります。
エールズ相手陣19ヤードからファーストダウン10。17番にヘッチパス、そこからキャッチアンドランはからんというところでしたが、これはしかし三重ファイアワード25番がタックルしまして、ゲインは4ヤードほどにとどめております。しかしタフなキャッチを決めましたのはリードエフォートエールズ17番の福山でした。これを務めましたのは三重ファイアワード25番の鈴木です。リードエフォートエールズセカンドダウン6、パス不成功。ここでクォーターバックパスを重ねました。今度は左側にパスを投じましたが、しかしこれはディフェンスのカバーありまして、パス不成功になっています。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。リードエフォートエールズサードダウン6、ボールオンは相手陣15ヤード。今度は中央を横切りました。ワイドレシーバー7番へのパスですが、しかしこのパス不成功です。ここでしかしイエローフラッグが投じられております。反則があった模様です。相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。しかしこの反則をあえて、三重は取りませんでした。プレーを成立させフォースダウンに変えます。従いましてエールズフォースダウン6となります。ここでエールズフォーメーションを変え、フィールドゴールによる3点を狙います。リードフォートエールズフィールドゴールトライ、キックレングス37ヤード。これはどうか、フィードゴール失敗。結果的にこの攻撃は無得点という形で終わりました。フィードゴールは失敗しますとこの時点で攻撃権喪失する形になります。従いまして攻守変わりまして、三重ファイアワードに攻撃権変わります。ファイアバードなんとかここはしのぎまして攻撃権を取り返す形になりました。さあこれをきっかけとすることができるでしょうか。ボールオン自陣20ヤードから三重ファイアバードファーストダウン10。パス不成功。まずパスプレーから入りました。左に展開していた7番にパスを投じ、そこからキャッチアンドランを図らせるというところでしたが、しかしディフェンスカバーありましてパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。三重ファイアーバードセカンドダウン10。
クォーターバック9番パスを投じようと下がりましたが、しかしディフェンスプレッシャー感じて左方向へ展開、スクランブルを展開しようとしました。しかしこれをエールズ逃さず仕留めまして約2ヤードロスに変えています。三重ファイヤーバードサードに変わります。三重ファイヤーバードサード12QB サーク。クォーターバック9番下がりまして奥に投げ込もうとしましたが、このタイミングを見計らいましてリードエフォートエールズ、94番でしょうか、猛追しまして QB サーク、70番と含めまして QB サーク仕留めて大きく交代させる形に成功しました。見事 QB サックしましたのは84番柴田、70番前園です。三重ファイヤーバードフォースダンロングパントフォーメーション、このパントもシャンクしまして結果的に三重陣22ヤード付近からので攻守交代となります。攻撃権はこの時点でリードエフォートエルズに変わります。さあエールズ非常に有利な位置から攻撃を展開開始いたします。ボールオン相手陣21ヤードの位置に置かれました。この位置からリードエフォートエールズの攻撃となります。リードエフォートエールズファーストダウン10、さあまずランプレーを投入しました。しかしここは三重もディフェンス陣殺到します。73番、77番立ちはだかりまして、このランプレーを1ヤードにとどめております。対応いたしましたのは三重ファイヤーバード73番清水、77番の池田です。三重失礼しました、リードエフォートエールズセカンドダウン9、ここでホイッスルが吹かれています。イエローフラッグが投じられました。反則が発生しています。スナップ前の反則でエンプロジェクト87番ゴヤード下がってセカンドアウェイになります。オフェンスの反則です。エンクローチメント、ボールよりも前にいた位置で、プレーを開始してしまいました。5ヤード抜体という形になります。従いましてリードエフォートエールズセカンドダウン14で試合再開となります。さあ下がりましたが突破になるでしょうか。パス成功。クォーターバック4番右に展開したワイドレシーバー10番にパスを通しまして約10ヤードのゲインを果たしております。しかし攻撃権更新には至っておりません。サードダウンに変わります。しかし見事なキャッチをいたしましたのはリードエフォートエールズ10番の藤原でした。リードエフォートエールズサードダウン2、リードエフォートエールズファースター、ここで選択者のオプションプレーでした。ピッチを受けましたランニングバック34番相手ディフェンスをかわしながら右オープン展開し攻撃権更新です。エールズファースター、見事に攻撃権更新果たしましたのはエールズ34番の八木です。さあこれによりましてエールズ相手陣10ヤードに入ってのファーストダウン2ゴールに状況変わります。4回でタッチダウンを狙います。
パス不成功。ここでクォーターバック4番中央横切りました。ワイドレシーバー7番にパスを投じました。しかし7番これをキャッチできずパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに状況変わります。エールズ相手陣10ヤードからセカンドダウン2ゴール。さあそのままいったタッチダウン。クォーターバック4番パスを投じようと下がりました。そこにディフェンス佐藤、このプレッシャーを緊急発進のキーにしスクランブルに転じました。この判断構想し左オープン展開しクォーターバックそのままエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。エールズクォーターバック4番ノブヒロの素晴らしい見脚でタッチダウンを重ねまして6点追加としています。そしてトライフォーポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加。リードフォートエルズ22点、三重ファイアバード0点となっております。着々と得点を重ねておりますリードフォートエルズ、現在3ポゼッション差を確保しております。そのエールズのキックオフで試合再開となります。キッカーは2番の石井が務めます。さあ三重リターンに入った。さあファウルはここでリターナー81番果敢にも中央突破しまして前進図りました。その際にプレッシャーからボールをファンブル、ファンブルしたボールをすくい上げたのはリードフォートエールズ8番、従いましてこの時点で攻守交代となります。ターンオーバーとなりリードフォートエールズに攻撃になります。非常に痛いミスが発生いたしましてここは攻撃権を失う形になりました。逆にエールズは再び相手陣深い位置から攻撃を入る形になります。相手陣12ヤードからリードフォートエールズファーストダウン10。ここでホイッスル、チームタイムアウト、チームタイムアウト、前半1回目。ここでエールズが前半1回目のタイムアウトを投入しました。ここで得ました攻撃を生かさんとここで一旦チームを落ち着ける意味でタイムアウトを取ったと思われます。しかし素晴らしい判断でボールを奪う形に成功いたしましたがリードフォートエールズの8番の渡辺だった模様です。8番の渡辺が先ほどのファンブルリカバーを見事決めました。さあ攻撃にリードフォートエールズ入ります。相手陣12ヤードからリードフォートエールズファーストダウン10。さあまだ倒れない。ラニバック34番ハンドオフで左オープン展開、ディフェンス殺到する中スピンターン決めながら前進図りましてゴール前1ヤードに迫りました。ナイスラン、見事なランを展開します。34番の八木です。
ヘイルズゴール前1ヤードからファーストダウン2ゴール。中央ダンプレータッチダウン。失礼しました、現在ホイッスルが吹かれております。イエローフラッグが投じられております。イーガルフォーメーション、オレンファンバックゴアルファーってパーターファイアルになってます。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型を用いました。バックスが5人いる形になっておりました。アメリカンフットボールはルール上バックスは4人までしか配置できません。人数オーバーという形で反則となり5ヤード抜退し、ファーストダウンやり直しです。従いましてエールズ相手陣6ヤードからファーストダウン2ゴールでプレー再開です。今度は右オープンへランプレーを展開しました。ラニバック34番ピッチ受けて右オープン展開を図りましたが、しかしこれは三重も対応いたしました。サードダウンにセカンドダウンに変わります。エールズ相手陣3ヤードからサードダウン、失礼しました、セカンドダウン2ゴール。不成功。今度はパスプレーによりタッチダウンを狙いました。やりましたレシーバーにパスを投じましたが、これは三重パスカバー見送、パス不成功に変えています。ダウン変わってサードダウンに変わります。エールズサードダウン2ゴール、残り3ヤード。ホイッスル、イエローフラッグが投じられました。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード下がりましてサードダウンやり直しとなります。従いましてエールズ相手陣8ヤードからサードダウン2ゴールと状況変わります。エールズサーダン2ゴール、残り8ヤード。のランプレーを選択しました。ピッチを置きました34番、そのままスピードによって左奥へ展開、そのまま相手ディフェンスを置き去りにしたままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。エールズ34番ヤギの走りでさらにタッチダウン重ね6点追加としております。そしてトライフォーポイントのキック決まりまして1点追加、リードイフォートエールズ29点、三重ファイアワード0点となっております。
ました。着々と点を重ねます。三重ファイト、リードフォートエールズのキックオフで試合再開となります。このキックはエンドゾーンまで入りましてタッチバックとなります。タッチバックですので三重ファイヤーバード自陣25ヤードからの攻撃になります。さあ三重ファイヤーバード自陣25ヤードからファーストダウン点で試合が始まります、攻撃開始です。前半残り時間は2分56秒となっています。パス不成功。左に展開していた7番にパスを投じました。しかしディフェンスのカバーよくパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。ファイヤーバードセカンドダウン点ボールオン自陣25ヤード。パス不成功。今度は右側にいました82番にパスを投じました。しかしこのパスキャッチできずサードダウンに変わります。三重ファイヤーバードサードダウン点。ここで右方向へオプションプレーを展開しました。何枠にピッチしましてオープンの展開を図りましたが、しかしこれはエールズディフェンス陣奮闘しましてフォースダウンに変わります。三重ファイヤーバードフォースダウン点パントフォーメーションを取りました。エールズ、ジャンに入った。リターナー8番、サイドラインが駆け上がりまして、相手陣、30ヤード付近で攻撃位置を確保し、ここからの攻撃となります。失礼しました。39ヤードの位置となっています。さあエールズ相手陣38ヤードからの攻撃に入ります。前半残り時間は1分50秒。リードフォートエールズファーストダウン点。不成功。クォーターバック4番プレッシャーを感じながら右に流れてワイドレシーバー10番にパスを投じましたが、このパスキャッチできずパス不成功となっています。リードフォートエールズセカンドダウンに変わります。エールズセカンドダウン点。パス不成功。今度は中央を切れ込んでいったワイドレシーバー17番へのパスでしたが、このパスタイミングが合わずパス不成功となっています。サードダウンに変わります。
リードフォードエールズサーダウン10。プレーアクションからパスを投じようとしました。しかしここに三重ディフェンス陣殺到、57番73番が襲いかかりまして QB サーク大きくロスをしフォースダウンに変えました。見事 QB サーク果たしましたのは三重ファイヤーバード57番服部73番清水でした。ヘルズフォースダウンロングパントフォーメーションを取ります。エンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。タッチバックとなりましてパントの場合は相手チーム20ヤードからの攻撃と変わります。三重ファイアワード、ここはエールズの攻撃をしのぎまして攻撃を取り返す形に成功しております。ファイヤーバードを自陣20ヤードからファーストダウン10。さあランプレーを中央に投入しました。キャリア83番密集点の突破を図りましたが、しかしノーゲイン、セカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン10。ここで前半が終了となりました。前半終了となりまして、リードフォートエールズ29点、三重ファイヤーバード0点、リードフォートエールズが4ポゼッションリードする形で前半戦終了です。双方ともその秋を見据えた戦いが見え隠れする一戦となっております。ディビジョンが異なりますので、この両チームは対戦することはありません。しかし逆に言うと入れ替え戦等が発生した場合は万が一ということもあり得るカードではあります。現時点では X2 であるエールズが試合の主導権を握り有利に進めておりますが、このハーフタイムでどのような状況変化が生じるでしょうか。この、幕割をこの配信のインターバルとさせていただきます。さあ審判団フィールドに戻りまして、まもなく後半戦再開の時を告げようとしております。前半を終えましてエールズが29点とリードをしている状況で現在は試合が推移しております。チャット欄のメッセージありがとうございます。小山様、そうですね、本日は、ガンバ大阪がこちらの方でホームで試合をやるということがありまして、すごい応援団の熱気に包まれております。近くにいるわけではありませんが、やはり負けますね。私一人で出せる声というのはやはり私一人のものしかありませんので、皆様のやはり現地での応援の声というものもやはり重要だなと改めて思わされる、そんな一幕でもあります。私なりに精一杯のエールを込めまして、ここからも発表させていただきたいと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。さあまもなく後半戦再開となります。
余談でありますが、この J リーグが誕生する前はアメリカンフットボールがこれぐらいの熱気があったような記憶があります。学生のフットボール、関西学生は常に1万人以上の万人御礼の状態の会場が多々ありました。X 数もおそらくそれに近い状況だって、失礼しました、ディビジョン2もその状況に近かったように記憶があります。まさに J リーグがその大きな転換点になったと、今私は振り返った人生の中ではそう感じるところではありますが、皮肉な話ですが、その J リーグの川口チェアマンはこのアメリカンフットボール、関西学生のアメリカンフットボールを大いに参考にし J リーグのルールを決めたそうです。言い換えればアメリカンフットボールがその母体となりまして、そのアメリカ、日本でアメリカンフットボール、フットボールが普及する土台が作られたということを判例的に証明した結果でもあります。その意味ではなんとかこれがアメリカンフットボールの今に還元できれば幸いと私は密かに思っております。さあ試合再開です。リードウェイ・フォート・エールズのキックオフで試合再開となります。このキックオフはエンドゾーンまで届きましてタッチバックとなります。従いまして三重ファイヤーバード自陣25ヤードからの攻撃と変わります。三重ファイヤーバード反撃になるでしょうか。自陣25ヤードからのファーストダウン10。さあインターセプトでやっている、ターンオーバー、攻守交代。ここで三重はまずパスプレーによって状況打開を図りました。奥に走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、そのパスを取りましたのは、エイルズ0番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権はリードウェイ・フォート・エイルズに変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取れます。三重としてはまずパスによって打開を図るためにここでロングパスを投じましたが、しかしエールズもこれを譲りませんでした。インターセプトしましてエールズの攻撃となります。エールズ相手陣32ヤードからファーストダウン10。さあまだ行きます、まだ行っています。オフェンスラインが連なっている。ビッグゲインファースター、ここで中央のランプレー、キャリア34番、一旦はディフェンス陣整えかけましたが、ここでオフェンスラインがヘルプザブロック、全員がボール状態で突き進みまして一気に10ヤード突破し攻撃権更新です。リードでフォートエルズファースター、素晴らしいオフェンスライン陣の働きでした。66番51番71番77番58番、彼らの素晴らしいブロックによりまして大きく前進したファーストダウンでした。さあここでトラブルが発生している、判定どうか、攻守交代です。ターンオーバー、ここでクォーターバック4番オプションプレーで自らキープを展開、そしてバックスにその前進した位置からピッチをしようとしましたが、ここでボールをコントロールミスしましたと、ロストしたボールはフリーボールとなりまして、これを抑えた三重ファイヤーバード攻撃権を取り返す形に成功しております。三重ファイヤーバードファーストダウンに変わります。さあこれに対して三重再び攻撃取り返す形で攻撃権を得ます。ボールオンは自陣12ヤードから三重ファイヤーバードファーストダウン10。
さあランプレーを展開しました。ヤギ枠16番右オープン展開しまして、相手のディフェンスの隙間を縫うように約7ヤードゲインに変えています。まずこのランプレーを成功させましたのは三重ファイヤーバード16番の下手。三重ファイヤーバードセカンドダウン3、ボールオンは自陣19ヤード。さあ右方向へのランプレー、オフェンスラインにつながりまして攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファースター、今度はランニングバックが83番にボールを託し、オフェンスラインのブロック力を生かしまして攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファースター、これを果たしましたのはキャリア83番の森でした。三重ファイヤーバードファーストダウン10。不成功です。パス不成功の判定です。ここでワイドレシーバー7番にヒッチパスを投じましたが、しかしこれはディフェンスのカバーありパス不成功となっています。セカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン10。パス成功。クォーターバック9番プレイアクションから左に展開したランニングバック10番にパス、これをキャッチして10番キャッチアンドランで約4ヤードのゲインを果たしております。パスキャッチを決めましたのは三重ファイヤーバード10番の吹き付けでした。三重ファイヤーバードサードダウン6。ここでドロープレーを投入しました。パスに仕掛けたランプレーで相手の裏を突き中央突破を図らんというところでしたが、しかしエールズ譲りません。フォースダウンに変わります。三重ファイヤーバードフォースダウン5。ハントフォーメーションを取りました。45ヤード付近で外へ出まして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてリードエフォートエルズに変わります。リードエフォートエルズ相手陣46ヤードからファーストダウン10。クォーターバック4番パスを投じんと下がりまして、そこから左オープンにランプレー、決め打ちに近い左オープンのランをここで決めまして約9ヤードのゲインを果たしております。クォーターバックがパスを投げるというその心理的状況を逆手に取ったランプレーによりまして9ヤードを獲得しましたのはクォーターバック4番の信弘です。リードエフォートエールズセカンドダウン残り1ヤード。不成功。
今度は奥に走り込んだ17番にパスを投じました。一気にタッチダウン狙わんというパスですが、しかしこれはオーバースロー、パス不成功でサードダウンに変わります。リードフォートエッズ、サードダウン残り1ヤード。さあ中央のプレーヤー、だが判定どうか。攻撃権更新になっておりません。フォースダウンに変わる模様です。これは三重80番、見事なチャージをかけましてこのランを阻止しました。素晴らしい対応しましたのは三重80番の桐山でした。エルズフォースダウン残り1ヤード、フォーメーションを組みました。フォースダウンギャンブルです。1ヤード突破のワンプレーにかけます。さあ中央行った、さあ判定どうか。ギャンブル成功、ファーストダウン。ここであえて中央のランプレーで突破を図りました。エールズランバック34番、ディフェンスの壁に弾き返されながら見事に前進しまして攻撃権更新です。エールズファーストダウン。ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが取られています。さあ試合再開となります。エールズ攻撃権をフレッシュしまして相手陣39ヤードから、失礼しました、36ヤードからのファーストダウン点。パス不成功、ここで一気にタッチダウンになりました。奥に走り込んだ17番にパス、しかし17番手にはかかりましたがキャッチできず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。エルズセカンドダウン10。パス不成功、今度は右に展開していった7番にパスを投じましたがこのパスわずかにオーバースロー、サーダンに変わります。エールズサーダウン10。
スヤコファースター。ここでクォーターバック4番プレアクションからポストパターン走りました。17番にパス、これを17番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。リードエフォートエールズファースター。見事攻撃権更新果たしましたのはリードエフォートエールズワイドレシーバー17番の福山でした。さあエールズ前進しまして相手陣20ヤードからのファーストダウンテ、パス不成功。クォーターバック4番右スプリングアウトからワイドレシーバーに、7番でしょうかパスを投じましたがこのパスを7番キャッチミス、パス不成功でセカンドダウンに変わります。失礼しました、ターゲット87番でした、失礼いたしました。リードエフォートエールズセカンドダウン10、タッチダウン。ここでエールズ左奥走り込んだ17番にパス、17番ディフェンスに競り返しましてそのパスをエンドゾーンでキャッチしましてタッチダウン。エールズタッチダウンパスで6点追加となっております。見事タッチダウンパスをキャッチしましたのはリードエフォートエールズ17番の福山でした。しかしトライ4ポイントのキックは失敗となりまして6点止まりです。リードエフォートエールズ35点、三重ファイヤーバード0点とスコアになっております。失礼しました、ここでイエローフラッグが投じられております。反則があった模様です。こちらの参加コーレス順位でプレーしました。オフェンスにフィード内12人でプレーをした人数違反の反則があった模様です。ありましたが三重は先ほどのキック失敗を有効とするため反則は取りませんでした。従いましてトライ4ポイント失敗で6点止まりの形で現在リードエフォートエールズ35点、三重ファイアワード0点となりまして現在は試合は推移しております。しかしエールズ着々とリードを広げております。エールズのキックオフで試合再開となります。さあ三重リターンに入ります。右オープン展開を図りまして三重自陣17ヤード付近からの攻撃を得ます。三重ファイヤーバード自陣18ヤードからファーストダウン10。さあまず中央へのランプレーを投入しました。
左バック25番密集点すり抜けるように約4ヤードから5ヤードのゲインを果たしております。キャリア25番は鈴木です。前半厳しかったランプレー、しかし後半になって顕著に前進が図られております。三重ファイヤーバードセカンドダウン5、中央へのプレー、今度はオフェンスラインマンがつながって前進しました。約2ヤードから3ヤードのゲインを果たしております。三重ファイヤーバードサードダウン3、インターセプト、ターンオーバー。ここで三重パスプレーに転じました。一気に奥を狙わんというパス、しかしそれを取りましたのはリーガルフォートエールズ。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバーで攻撃権交代、リーガルフォートエールズに攻撃変わります。エールズ再び高位置で攻撃を終えました。ボールオンは相手陣7ヤードからファーストダウン2ゴールで残り4回でタッチダウンを狙います。成功、タッチダウン。ここでエールズはワイドレシーバー7番にパス。7番キャッチしまして右奥エンドゾーン走り込みまして、そのままタッチダウンとしました。エールズ7番4列のタッチダウンによりまして6点追加し、トライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、リードヨフォードエールズ42点、三重ファイヤーワード0点となっております。三重もなんとか状況打開戦と果敢に、パスプレーランプレーに積極的に挑んでおりますが、しかしその裏を返すようにエールズがその、反撃をしまして得点をさらに積み重ねていっている状況になっております。しかし三重をなんとかここでワンタッチダウンゲンというその熱意、非常に感じる、非常に積極的な攻めが感じられます。エールズのキックオフで試合再開となります。このキックオフエンドゾーン入りましてタッチバックとなります。さあ三重自陣25ヤードからの攻撃、果たして今度は見逃せることができるでしょうか。お世話のくださいサイヤ人様、メッセージありがとうございます。コールドの是非に関しては交流戦の場合がどうであるかはちょっと確認をしておりません。あるとすればこの3クォーターの終了時点ということになるかと思われます。三重ファイヤーバードファーストダウン10、さあ粘ります。そしてどうなっている、ターンオーバーが発生したか。攻守交代、ターンオーバー。
ここで再びターンオーバーが発生しました。三重はランプレーを展開しようとしましたが、この時に相手のプレッシャーからボールをファンブル。その落としたボールをエールズ0番がカバーしまして攻撃権をダッシュしました。ファンブルリカバーターンオーバーにより攻守交代、エールズの攻撃に変わります。さあエールズ、ここでディフェンスがさらにプレッシャーかけまして攻撃権をダッシュする形に成功しました。再び得点を狙わんと相手陣9ヤードの位置にボールがあります。ここからファーストアンドゥーゴールに入ります。パス成功、タッチアー。ここでエールズはエンドゾーンにワイドレシーバー17番走り込ませ、17番このパスをキャッチしましてタッチアウトを追加いたしました。見事タッチアンパスキャッチしまして6点追加となっています。タッチアンパスを取りましたのは17番の福山でした。そしてトライ4ポイントに入ります。キック決まりまして1点追加、リードイフォートエールズ49点、三重ファイアバード0点となっております。さあ三重の攻撃、その挑戦をすべてエールズはまるで拾い上げるかのようにすべて得点に変えていっております。リードエフォートエールズキックオフで試合再開となります。さあ三重リターンに入った。中央突破図らんと自陣25ヤード付近を確保し、この位置からの攻撃に入ります。三重ファイヤーバード、自陣25ヤードからのファーストダウンの攻撃に入ります。三重ファイヤーバードファーストダウン10。中央へのプレー、しかしこれはエールズ食い止めます。56番立ちはだかりましてノーゲイン。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終了です。得点差が35点以上になりましたので、コールドゲーム、ここで試合終了となります。ここでコールドゲームとなりました。交流戦も、春季リーグ戦ルールと同様に35点以上の差がつきました段階でコールドという形になっていたようです。この点は確認しておりませんでした、申し訳ございませんでした。しかしここで試合終了となりました。結果リードイフォートエルズ49点、三重ファイアワード0点でリードエフォートエールズの勝利という形でこの試合終了となりました。しかしファイヤーバードその状況を何とか覆さんと果敢な攻撃を後半見せてくれました。その熱意非常によくわかる素晴らしい攻防が低い広げられたこと、非常に良い交流戦だったと思います。ナイスファイトでした。ファンスタジアムでガンバロンサの試合が行われています。7時40分くらいになりますと、車の渋滞が予想されています。ありがとうございました。そしてエールズさすがの単独の勝利でした。ありがとうございました。
そして今お話がありましたが、来週エールズはソウルバイキングスと勝負をいたします。昨年も行いました国際交流戦、今年も実現となりました。来週7月7日王子スタジアムにて12時よりソウルバイキングスと一戦交えます。さあ、日韓対決となりますこの夏の陣、果たして今年はどのような結果となるでしょう。エールズに注目ください。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは、うどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽をつなんだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいる歴史物語を、かつて私も憧れながらつい挑み尽くすに至らなかったこの世界の物語を、私はこれから回し応援していきたいと思います。そしてこの物語の続きとなります、その進行になりますストーリーがどのようになるのか、それを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。その許可いただきました協会の方々、皆様ありがとうございます。また秋のシーズンもよろしくお願いしたいと思います。本日その配信させていただきましたのは、私道楽やり者でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。来週もぜひよろしくお願いいたします。お疲れ様です。